そうですね、あの面談 の, あの日程が早く調整できるの で, であの派遣プロジェクトは決まったもん勝ちですので、そのご飯を食べるという行動、それが仕事をするということと直結すること、そしてそれが文化を深めたり生活を豊かにしたり人を幸せにすることになることが一番いいんじゃないのかなと思ってこの商売を選んでます。なんでそれに共感できる人がいたら後でブースに来ていただければ。今だと東京のエキュート砂川さん、あと来月から東京空町の東武百貨店。宮本優子ちゃん、宮本ちゃん仙台のインジ、昔社会調査のインジ。東京で経営コンサルタントの会社をやりつつ自分もコンサルタントとして働いている人間なので、今半分はこっちの方もしくは自分用の経理活動として外から入っていきやすいよっていうことなのか、なんかそこら辺何が知りたいのかっていうところをこちらが知りたいっていうところです。1000人がその50キロピークの僕ですね、ずっとこう現地にいるじゃないですか。そしてこの秋ぐらいからかな、なんとなくその一時期 の, その高揚感っていうんですか、その震災起こってからとかものすごくこう急速にこうダウンしてきたような感じを受けてて、で、まあ、それは平常通りといえば平常通りなのかもしれないですけど、あのそういう中でやっぱその震災以降一歩もこう階段上がれてない人がいたりするんですね。まあ、上がってきたらトントントンと上がってるんですけど、で本当にここからが本当に底力っていうのが試されてる時なんだろうなと思ってて、で、まあ、一方その僕四国なんですけど、四国の方ではもう震災のことなんかもう遠い昔の話になっちゃってる、まあ、ところが今日ここ来てですね、これだけたくさんの人が来て、ね、どちらから来られたんですかって聞いたら、東京から来ましたとか神奈川から来ましたとか、わざわざこちらまで来てこのイベント参加してくださってるのを見てよかったなっていうのを思いますよね、何よりね、はい。